土佐化け物絵本より、笑い女、笑い女は、土佐国三国に伝わる妖怪。江戸時代末期から、明治時代初期の作とみられる、妖怪絵巻、土佐化け物絵本に記述がある。毎月1日、9日、17日に山に入るとこれに、愛、半死半生になってしまうと言われた。昭ヶ瀬の赤と、本山のシロバーと並び、土佐の三大妖魔の一つとされる。ある時、 樋口関太夫という者がこの言い伝えを無視し、家来たちを引き連れて山に入ったところ、17、18歳程度の女性が関太夫を指さして笑っていた。次第に笑い声が高くなり、周りの石、植物、水、風までもが大笑いしているように笑い声がとどろいた。関太夫たちは慌てて逃げ帰った。家来たちは、 ふもとで気絶したものの、関太夫はどうにか無事帰還した。関太夫が死ぬまで、あの笑い声は耳に残っていたという。なお、文化時代の土佐の父南路氏に、これと全く同じ物語があるが、大は、笑い男であり、登場する妖怪は、女性ではなく、10代半ばの少年とされている。逃げ帰った関太夫が後にその笑い声を思い出す、時には、 耳に鉄砲を打ち込まれたような音がしたという。笑い女の名の妖怪は、同じ高地の旗軍スクモシとト佐郡軍トサ山村にも伝わっており、夜の宮間で姿を見せずに笑い声を上げるものと言われる。芸生村白髪では、高さで山という場所に二人の老婆が山菜を取りに行くと、若い女が現れて笑い出し、老婆たちもつられて笑い、女がいなくなった後も笑いこけ。 その挙句に何日も熱病に侵されたという。鏡町では、笑い女を退治した際に用いたという剣が、土井町の跡地の剣様という祠に祀られている。土佐山村では、笑い女は、麦の熟す自分に現れるという。西土佐山村では、山女郎が人前に現れて大笑いし、一緒に笑うと食われると言われる。狸が、笑い女の正体とされることもある。 鳥山赤燕による江戸時代の妖怪画集、混弱百鬼周囲に千景女という妖怪があるが、笑い声が恐怖を与えるという設定で描かれた妖怪であり、笑い男や笑い女と同種のものと解釈されている。ありがとうございます。